はい、ちょっとセーブができなかったので、もう少しやっていきたいと思います。ここなら大丈夫。私はオーデン・キーン、ロビアンとカリスタ・キーンの娘よ。私はフレイ・ホーランド。親には会ったことない。ほう。それは何て言えば。やめてよ。どうでもいいし、気にしてない。嘘だね。父は有名なカーナシェンテだったの。カーナシェンテ。カーナシェンテよ。カーナシェンテ。まあ同じようなもんでしょ。言い方の違い。あなたって変わった人ね。カーナシェンテはアーシアの名のある学者たちのことよ。おう、学者さん。母は将軍だった。ええ、ご立強派な両そう、親だ将軍。だったって。幼い頃から私は一人で生きてきた。私も同じだよ。おう。親がいなくて里親たちにも結局見捨てられた。やばい。じゃあ気持ちもわかるわね。クソみたいな人生だって。他の人を助けたいって。言い方の違いね。私の家よ。この酒場が？いえ、その上。気に入ったよ。で、食いもんは？おう。これずっと持ってたわけ。ここへ呼ぶためよ、フレイ・ホーランド。誰かさんの娘。ただのフレイでいい。やるね。助けてくれてありがとう、リンゴも。でも、ここでお別れね。あ、待って。私の国を救ってほしいの。おお、そういうことだったか。無理な相談ね。光の描く円と流れる音、それに導かれたはず。うちに帰りたいんでしょ。力になれるかも。お。一杯なら付き合うよ。いいね。中世がテーマのバーみたい。ちょっと。ごめんなさい、見てなくて。それ返しな。早く。おう。盗みのルールその2。盗んだものは返すな。じゃあ1は？捕まるな。それ何なの？ここじゃただのゴミ。ただのゴミならくれたっていいのに。悪いね、おちびちゃん。ほら、消えな。すごい。一番上等の酒をお願い。驚いたね。これマジでうまい。じゃあ聞こうか。すぐ飲み干しそう。私の父はトラーナと呼ばれる現象について研究してたの。トラーナ？あなたが通った光の穴よ。うん。帰る方法がわかるかもしれない。その本をあげるわ。ただ、ほら来たよ。その代わりにブレイクの研究資料を探して。それは。ブレイクにある？あなたは影響を受けないみたい。らしいね。みんな街の外に出ようとしたけど。あれの影響を受けて。受けて何？もう頼れるのはあなただけ。死んだ。死にましたね。特別なの。多分。私のこと知らないのね。証拠はある？あ、ええ、見せるわ。あと。ありがとう。やるとは言ってないよ。本当かな。まあ可能性はあるだろうな。他を当たるよりはマシなんじゃないか。
でもあの地獄に戻りたくないんだけど。大丈夫だ、心配ない。俺がそばについてるだろう。逆に不安。素材ある、ありますよ。ついていく、素材集める。どうしようかな。ほいほいほい。なあ、あんた、この町のもんじゃないだろう。おい、アーシアには空を飛ぶ化け物がいるそうだ。空を飛ぶんだぞ、信じられるか。キュウリでしょ。まあ、信じるはずないか。誰も信じん。入ってみかと思ったら、おじいさんが喋ってました。これセーブできないわ。セーブしたいんですけど。どうも。大丈夫、オーデンから聞いてるよ。うん、門には近づくな、衛兵がいるから。まあいいか、とりあえず進めましょうかね。いや、探索したいですけど、部屋を調べる。これ将軍。これあんたの家族なの？そう、カーナシェンテギルドにいた時の絵よ。父はジュヌーンのカーナシェンテだった。ジュヌーンがブレイクに飲まれる前に研究をプレイノストへ移していたの。じゃあ資料はプレイノストにあるってこと？ええ、ブレイクから身を守るためここへ。でも父は研究のために戻っていった。それが20年前よ。てかお母さん、父とはそれっきり。それから町の外はブレイクに飲まれたわ。なんかありますよ、本。はい。どんな人だった？すごく賢い人で、みんなに慕われてた。ブレイクを遅らせる手段や治療方法も発見間近だったの。みんな父に期待してた。いつか平和な世界を取り戻してくれるって。私も父の意志を継ぎ、希望を持ち続けてる。見て、トラーナについての記録よ。うわ。ああ、確かに似てる。助けてくれればあげる。見返りね。なるほど。ブレイクについては赤色の本に書いていたわ。それを取ってきてほしいの。じゃあその本を見つけて取ってくれば貸し借りなし。やるのはそこまででいいってことね。その後はあなたが帰れるように尽くすわ。約束するから。ハリセンボ飲める？死ねって言うの？いや違う、そういう表現があって。忘れて。じゃあ聞かなかったことにする。ええ、オッケー、やるよ。まあ他に選択肢もないしね。ああよかった、嬉しい。これでアーシアのみんなも助かるわ。ああ別にそれが理由じゃないけどね。これからブレイクに向かうのなら少し休んだ方がいい。朝に出るよ。横になる場所ある？横に？あ、つまり休む場所。ああもちろん。こっちよ。オーデンについていく。はい。寝て寝ましょう。部屋はいつでも自由に使って。お、新しい服も用意するわ。お、ありがとう。助かるよ。新しい服がついに、確かにずっと元のあれ。うん？あ、こっちじゃなかった、そっち。あ、そっか、私家そこです。おお、なんかありますよ。あ、回復薬、やったやった。いや、マジドラゴンで相当使いましたからね。じゃあ寝ましょうか。ふぅ、とんだ一日だったね。いや、確かに。まだこれが現実とは思えない。だが現実だ。もう休め。明日も大変な一日になる。いや、カフさんがだいぶ心の支えです。脱獄コンプリートしました。
マナー宇宙獲得やった。お、来た。セーブしましょう。どうしようかな。もうちょっとだけ。それじゃやめときがなくなりますけどね。うお、髪結びましたね。マント。うわ、冒険者っぽくなりました。すげえ。装備品について、フレイが身につけることが可能なアイテムです。極めにで装備の変更や確認ができます。装備はフレイの能力を上昇させる効果があるので、新たに入手した装備品は効果を確認してみましょう。フード付きケーブ、スパルの一般的なもの、特別な効果で厚手で丈夫。これでみんなと同じね。靴は違うけど、この子らには世話になってる。どこへ行こうと一緒、ずっとね。ええ、わかった。あとこれも必要ね。アーシアの地図よ。旅の助けになる。ほら、カーナシェンテギルドはここ。完璧。旅立ちや。旅立ちの時だ。チーズ。父の研究記録。新たに習得な魔法があります。削りし命の糧。ふんふんふん。なるほど。これ、ふんふんふん。これは威力が増加、元素変換。ほんほん、一定時間に追加ダメージで毒消し。ほんほんほん。どうしようかな、何を習得しましょうかね。今、あ、これが習得できるってことか。これにしましょうか。じゃあ回復できる。あ、で今8ある。あ、でも覚えれないか。また8しかないんで。旅の始まり。あ、まあいいか。多分あれですね、装備。まあいいか、一回出ましょうか。スパール。リンゴや。一つ頂戴したらどうだ。リンゴ一つが汝の上を遠ざく秘宝となるだろう。詩人だね。もらっ、いや、ちょ普通にもらったわ。やばい。スパニスで、スパニスで住民でサブイベントが発生することがあります。サブイベントが発生する住民にはマーカーが表示されています。シナリオが進行するとスパールの状況が変わり、サブイベント自体が終了してしまうことがあるので、積極的に三角で話しかけてみましょう。それでどうやってそのカーナシェンテギルドに行くの。あの田舎娘の地図を見る限り、町の南門を抜けるようだ。了解。じゃあそこへ行こう。マント来ましたね。お、これって自由にセーブができる。あとあれですよ、装備が多分余っちゃったことじゃないや。装備あるんですよ実は。あ、さっきあれ、これどうやって装備するの。あ、これか。これこれ。つけます、せっかくなんで。あれどうやってつけるの。まだつけれない。あ、ちゃ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 、間違った。いや、操作方法が、操作方法が
え？あれ装備ってこれできないんですかね。あ、こうギアか。これだ。あ、そうですね。これで身につけましょうか。うん、ライフが上がります。回復薬使用時攻撃力上昇。うんうん。で、これにこれをつけると。バルクリー中の攻撃魔法ダウンプラス。持ってるの、ね、うふわ。なんだか力が高まった気がする。いや、この見た目やばい。興味深いな。実践で確かめてみたらどうだ。すごい。プレイステーションのマントを羽織りました。あれ、もう一個ありました。それ、二個、二個か。え、これ何？ネックレス。ネックレスどこで装備する？あ、進んだらもっと装備できるようになるんですかね。そうっす、うん、素材、敵、チュートリアル、うん、キャラクター、あ、ちゃう、うんうん、うんうんうん、いや、この写真、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 え、いいです。いや、めっちゃマントがマントすごい。これよし、そしたらちょっと今回はこの辺りにして、ま、次回はその住人の依頼を受けるところからやっていこうかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。